ルーツプレゼンツザ・峠ドリフトキング1980リリース記念ドリフト TV！ イエーイ！さあやってまいりました、ドリフトのことをですね全くわからない加納英子です。はい、そして運転免許すら持っていませんコスプレイヤーのえなこです。あ、はい、ドリフトちゃんと大好き芸人コニワでございます。よっしゃ、よろしくお願いします。ドリフトをテーマにしたゲームアプリ、うんうん、ザ・峠ドリフトキング1980がリリースされますので、それをより楽しむために、うん、みんなでドリフトの楽しさを知ろうという番組なんです。え、ドリフト？そう、ドリフトってよくわかんない。なんかちょっとクルクルするやつ。そうえなこちゃん、免許持ってないはやばいよ。ドリフトの魅力をさらに知ってもらうために豪華な方々、来た。そう、僕らは大好きだけで終わってしまうんで、はい、ちゃんとドリフトとかができる方々を豪華ゲスト呼んでおりますので、お呼びいたしましょう。皆様どうぞよろしくお願いいたします。え、ちょっと待って、小庭くん、はい、ガチの人たちが。ドリフトキング土屋圭一さん、おすごい、すごい、本当に。じゃあ判定の方お願いします。せーの、ドン。ちゃんと車を紹介してくれてるから、俺的には OK かなと。なるほど。これは何ていう車ですか？これはスバルの WRX STI という車なんです。スバル？はい。あ、本当スバルって書いてるわ。はい、え、知らないわけじゃないでしょ。知らないわけじゃないでしょ。まずトヨタ の FT86 っていうトヨタ車の車ですね。マックススピードどれくらい出ます？これでだいたい230-240キロぐらいです。群馬サイクルスポーツセンターのこのコースをプロのドライバーさんのですね、運転でドライビングで走ってみませんかと。いいんですか？いいんです。あれ？大丈夫ですかね。じゃあお願いします。お、いってらっしゃい。あ、向きを戸惑ってるけど。終わりました？終わり。えなこさん、えなこさんですか？どうしました？もう分かんないあのさ、はい、どう、あれ、宇宙に行くわけじゃないですよね。なんだろうね、自然と自分を自分で守ってあげたいってポーズになるんだろうね。うわ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 、恐怖心とね、戦わなきゃいけないから。あれ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 、お手本、あれビビっててクラッチ離さない。言ってることがむちゃくちゃなんすよ。いや、どうしたんすか。一気にあれ離したらやばいっすって。こっち側よ。こっち来た。めっちゃ楽しい。私もやりたかったな。じゃあそれだったらですね、うん、ね、これ実際にはエナコちゃん乗れませんけど、はい、ドリフトが簡単にできるゲーム、あ、まさにこのザ・ね、峠ドリフトキング1980で、はい、これをぜひ体験してもらいたい。やりたい、ね、ザ・峠ドリフトキング1980のどこよりも早い大会を行いたいと思います。さあ始まりました。加納英子がまさに突破としています。さあ最初のおぉ、エクセレントから入りました。おぉ、このグッド、本当にやったことないんで、今初めて座る。全然大丈夫。もはや山田の剣もメッツが丸つまるか。世界チャンピオンだ。イケイケの走りだ。ここでまた5ポイント入ります。ナイス。
っと待って、本当に初めて。えなこちゃん免許がない、ね、えなこちゃんでもやってみていかがでした、あのドリフトの感触というか。めっちゃ楽しいです、このゲーム超爽快感がやばいです。うわ、ドリフト最高。はい、ドリフト楽しい。ルーツプレゼンツザ・峠ドリフトキング1980リリース記念ドリフト TV。 カロさん、これはどんな番組なんですか？ドリフトの凄さ楽しさを紹介する番組です。ぜひ見てください。お願いします。